西アフリカ諸国経済共同体の加盟国なお、島国のカーボベルでは図中に示されていない。西アフリカ諸国経済共同体は、1975年のラゴス条約に基づき設立された経済共同体。略称は、英語で、エコアス。普通語ではセデイを、完全障壁の撤廃や貿易振興などを通じた経済協力、独立の保障などを通じて、 加盟国の経済、生活水準向上や政治的安定を図ることを目的とする。また、域内の治安維持、紛争防止などの抑止力及び実際に使用される実力として一定の統合軍事力を保有。加盟国間の経済統合や政治的協調をさらに推し進めるため、1993年に中世西,西アフリカ諸国経済共同体条約が調印された。 15カ国。ナイジェリア、ガーナ、セネガル、コートジボワールの4カ国が指導的地位にあるが、近年の内戦で、コートジボワールがこの地位から脱落したとも言われる。2000年12月に、モーリタニアが脱退した。また2008年にはギニアが、2009年にはニジェールが、クーデターを理由に資格を停止されている。二千十年にはコートジボワールが、大統領選挙の結果を認めないとして、 資格を停止された。本部は、ナイジェリアの首都であるアブジャで3つの建物に分かれて、いたが、2018年3月に、中国の援助で一つに統合した、新本部を建設することが決まった。1993年西アフリカ経済、条約調印される。2002年10月、コートジボワール内戦の調停に入り、反乱軍のコートジボワール愛国運動との間に、 急戦協定が成立した。2003年以来、リベリアやコートジボワールの紛争に、西アフリカ諸国経済共同体幹次第を派遣するなど、経済統合より域内での紛争解決の役割が目立っている。2012年のマリにおける軍事クーデターでは、制裁を課した。2016年12月のガンビア大統領選挙で、当選したアダマ・バローに対して、ヤヒアジャメ大統領が、 政権交代を拒否したことを受け、翌2017年1月にガンビアへの軍事介入を開始して、ナイジェリアの軍艦を展開させ、セネガル、ガーナ、マリ、東後、ナイジェリアの地上部隊も進駐させて、ジャメ大統領を退陣に追い込んだ。2019年6月29日、ナイジェリアの首都アブジャで首脳会議が行われ、2020年までに共通通貨の導入を目指すとしており、 共通通貨の名称をエコにすると決定した。そのうち8カ国は CFA フランを使用していたが、2019年12月21日、8カ国とフランスはエコ移行後は CFA フラン使用国に課せられている外貨準備項のうち50%をフランスの管理下に置くという規定から外すことで合意した。ありがとうございます。